い皆さんおは,うおはようございますご苦労さんでございますそれではただいまから暮らし環境委員会を開会いたします本日は政府委員長御選後最初の委員会でございますので私の方から一言ご挨拶を申し上げますこの度暮らし環境委員長の重責をおせつかりましたが円滑な委員会運営ができますよう誠心誠意努めてまいりますので 委員長をはじめ委員の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げますなお副委員長の委員長職務代行の順位でございますが山本啓一副委員長赤坂人志副委員長の順でよろしくお願いしたいと思いますそれではまず委員会運営にあたりまして委員の皆様にあれから始め お願いいししたいことを申し上げます初めに本委員会のモニター中継でございますけれども、昨年度と同様、モニター要項に基づきまして、実施をいたします。そのため、委員会での発言につきましては、必ず委員長の指名を受けていただいて、マイクを用いてから行っていただくようお願い申し上げます。次に 委員会室ににおけるパソコン及びマルチプロジェクターの使用についいてでございますまずはパソコンについては、ノートパソコンまたはキーボードを接続したタブレット型のパソコンを使用することと、委員会審査と無関係な用途には使用しないこと、そして委員会の録音や撮影は行われないこと、また電子メールの送信などはです、ね、しないということ。 他の委員の迷惑になるような行為はです、ね、行わないことなど、使用基準に基づいて使用していただきますようお願い申し上げます。なお、出席を求められた理事者や、指定記者につきましても、使用基準の順守、条件に使用を認めますので、ご承知おきをお願い申し上げます。 また、マルチプロジェクターにつきましては、使用される日の3日前までに届出をすることなど、使用基準に基づいて使用していただくようお願い申し上げます。次に、委員会室における携帯電話の取り扱いでございますけれども、本委員会におきましては、原則として携帯電話を持ち込まないこととしまして、やむを得ず持ち込む場合はです、ね、必ずマナモードにするなど、委員会運営の指導にならないよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。 次にここであらかじめ本委員会の運営につきまして申し上げております。まず審議機関外の委員会における局の審査順はですね、審査案件などがある局の検ん順といたします。次に一般質問の取り扱いでございますけれども、まず審査案件などがある局に対する一般質問については、各局の一般質問の冒頭ですね、各局の一般質問の冒頭に お分かりをしたいと思います。そして審査案件がない局に対する一般質問につきましては、委員会の冒頭にですね、委員会の冒頭に質問の有無があるかどうかをお分かりしたいと思います。なお質問のある方はですね、この際に質問項目をお知らせいただくこととしまして。 理事者につきましては、関連する理事者のみの出席といたします。また、いずれの場合もですね。お申し出のあった方以外の質問の委員の質問はですね。当該質問に関連する内容以外はですね、えー、認めないことといたします。以上、ご了承願いますそれでは本日の委員会についてでございます。けれども、各局から理事者紹介と事務事業概要の説明を聴取するとと,ともに。 環境政策局関係で報告一件の聴取がございますそして文化市民局関係で報告一件の聴取並びに請願一件及び陳情二件の審査をそれぞれ行うことといたします以上ご了承を願いますそれでは環境政策局の理事者理事者紹介と事務事業概要の説明をお願いいたしますおはようございますおはようございます 4月1日付で地球環境エネルギー政策官を拝命いたしました足立雄一でございます3月までは環境政策局長として、えー、暮らし環境委員会並びに委員の先生方に大変お世話になりましたありがとうございました地球温暖化防止につきましては昨年12月に京都議定書を発展させた形で新しいパリ協定という世界的な 合意ができました。こういった状況の中で、議定書誕生の地として、地球温暖化対策、そしてエネルギー政策を一層前進させるために、全力を挙げて参りますので、引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げます。おはようございます。おはようございます。えー、この4月1日付で環境政策局長を拝命メいたしました山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 環境政策局は地球環境問題から生物多様性保全また環境保全さらには日々の廃棄物の収集運搬適正処理に至るまで非常に幅広い業務を担っております職員につきましても1000名にも及ぶ大所帯でございますそうした中今年度は自然共生低炭素循環型社会の構築この3つの柱を中心とした施策を展開してまいりたいと考えておりますが施策の推進に当たりましては 本委員会の先生方のご意見をしっかりお伺いし、また指導をいただきながら、そして本日も熊本市で災害廃棄物の収集運搬業務に従事しておりますが、現在17名の職員が従事しておりますが、こういった現場力をフルに活用いたしまして、取り組んでまいりたいと考えております。 地球温暖化対策室長の森本正澄でございます地球温暖化対策室エネルギー政策部長の柳沢幸男でございます,地球,います地球温暖化対策室担当部長でルーゆー京都プロジェクトの推進を担当しております松浦拓也でございます 環境企画部長の下妻武でございます環境企画部担当部長で人材育成や観察、業務担当を担当しております、土井康でございます。ますます環境企画部担当部長で環境保全にかかる技術的な事項を担当しております、清水悟でございます。 循環型社会推進部長の久保邦夫でございます。循環型社会推進部担当部長で廃棄物指導および公衆便所の維持管理や美化推進に関する事務を担当しております福井宏夢でございます適正処理施設部長の村中俊文でございます 適正処理施設部担当部長で廃棄物の処理にかかる技術部門を担当しております渡辺真一郎でございます以上でございますどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは理事者の皆様ご着席をお願いいたしますはい それでは下妻環境企画部長どうぞ着席してご説明くださいあ,ありがとうございます、はい、それでは環境政策局の事務事業概要についてお手元の資料によりましてご説明申し上げますえ表紙をおめくりいただきまして環境政策局の1ページをお開きください1ページから6ページにかけまして第一 気候役付け職員一覧を掲載しておりますまず、気候についてでございますが、昨年度と同様に、地球温暖化の防止、およびエネルギーの需給に関する重要政策を、全庁横断的に統括する、局外間の地球環境エネルギー政策官のほか、環境政策局長の下、4部室、9課15事業所で構成し、京都市基本計画、羽ばたけ未来へ都プランに基づく、 自然環境と暮らしを気遣う環境の保全、低炭素型の暮らしや持続可能なエネルギー社会の実現、ゴミを出さない循環型社会の構築の3つを柱とする施策を市民、事業者の皆様と連携して推進しております。役付け職員につきましては資料に記載のとおりでございますのでご覧いただきますようお願いいたします。続きまして7ページをご覧ください。 第2事務事業の概要でございます。まず地球温暖化対策室は地球温暖化対策に関する調査・研究・企画及び調整地球温暖化対策計画の推進に関する事務のほか地球温暖化対策に関する国際的・国内的連携に関する事務エネルギー政策の推進に関する事務等を担当しております。次に環境企画部でございます。環境総務課、環境管理課、環境指導課の参加と 北部南部2カ所の環境共生センターで構成しております。1、環境総務課は、局の所務,務担当課として、局内の連絡及び調整に関する事務、局内職員の人事労務管理、人材育成に関する事務や、局の予算決算に関する事務のほか、計画調整に関する事務として、環境基本計画の振興管理、環境審議会に関する事務等を担当しております。 2、環境管理課は、環境保全に関する意識の啓発および事,務事業活動に伴う環境への負荷を低減させるための環境管理の促進に関する事務や、運輸部門における環境対策に関する調査、研究および企画に関する事務のほか、環境影響調査に係る審査や制度の運用に関する事務、生物多様性の保全に関する事務等を担当しております。 8ページをお開きください3環境指導課は環境共生センターに関する事務や大気、水質、騒音、振動等に係る法令等に基づく環境の調査や届出の審査および許可工場等の監視、指導公害防止の事前相談等に関する事務の統括土壌汚染対策、大置き心類対策に関する事務等を担当しております。 4環境共生センターは、公害駆除の処理をはじめとした公害の発生源対策に関する事務や、事業ごみ排出事業者等への指導に関する事務、事業者による地球,温暖化地球温暖化防止のための活動の促進、環境の保全、循環型社会の形成に関する意識の啓発に関する事務等を担当しております。続きまして、循環型社会推進部でございます。 ごみ減量推進課、町美化推進課、7か所の町美化事務所及び生活環境美化センター廃棄物指導課で構成しております。1、ごみ減量推進課は循環型社会の形成に関する意識の啓発、一般廃棄物処理手数料及び有料指定袋に関する事務や廃棄物の処理等に関する調査、研究、企画等の事務を担当するとともに、ごみの減量に向けた 2R、 発生抑制、再使用と分別リサイクルの企画及び調査に関する事務、一般廃棄物を排出する事業者等に対する指導及び監督に関する事務等を担当しております。9ページをご覧ください。2、町美化推進課は、町美化事務所生活環境美化センターを統括しており、一般廃棄物の収集にかかる実施計画の立案、作業管理及び委託に関する事務を行うほか、 公衆便所等の維持管理整備や観光トイレ制度に関する事務ごみの減量化および再資源化町の美化の推進に関する事務一般廃棄物の不法投棄対策に関する事務等を担当しております3町美化事務所は燃やすごみや資源ごみの低用日収集等を実施するほか一般廃棄物の不法投棄不適正排出の監視等を担当しております 4生活環境美化センターは粗大ごみや犬猫等の死体不法投棄廃棄物等の収集運搬に係る事務のほか糞尿の収集運搬公衆便所の管理清掃車両の整備等を担当しております10ページをお開きください5廃棄物指導課は産業廃棄物および一般廃棄物排出事業者等に対する指導に関する事務 産業廃棄物の不法投棄対策に関する事務のほか、廃棄物処理業や処理施設の許可、届出、指導に関する事務等を担当しております。続きまして、適正処理施設部でございます。施設管理課、施設整備課、施設建設課の参加と、3つのクリーンセンター及び埋め立て事業管理事務所、魚原リサイクルセンターで構成しております。1施設管理課は、 国ンセンターなどの管理と、環境施設整備事業に係る地元調整、埋め立て処分地の整備計画に関する事務等を担当しております。2、施設整備課は、国ンセンターなどの維持,修理維持修繕、一般廃棄物の処理に係る実施計画の立案、環境施設整備事業に係る環境影響評価、環境施設の整備計画に関する事務等を担当しております。 11ページをご覧ください3施設建設課は南部クリーンセンター第2工場の建て替えに関する事務のほか環境環境施設の土木整備計画および環境施設の建設維持修繕並びに建設にかかる土木工事を担当しております4クリーンセンターはクリーンセンターおよび周辺環境の安全に関する業務や町びか事務所等から搬入されるごみの焼却 および焼却炉とこれにに付随すするる施設の管理運営に関する事務を行っております5埋、埋め立て事業管理事務所は、クリーンセンターから排出される焼却残灰の埋め立て、および埋め立て処分地の適正な管理に関する業務を行っております。6、魚原リサイクルセンターは、施設の管理に関する業務を行っております。事務事業,が事務事業の概要の説明については以上でございます。 続きまして12ページをお開きください <coughs>。第3、重要事務事業概要についてご説明申し上げます。なお、金額については、万円単位でご説明申し上げます。はじめに、環境保全対策、8億1千一1万円でございます。主な内容といたしましては、ページの中ほど、1、環境基本計画の推進。これは、本年3月に改定いたしました、環境基本計画の進捗管理を行うほか、 環境教育基本指針を策定するものなどでございます。2つとびまして、4、再生可能エネルギー等の利用の推進、これは、住まいの総エネ・省エネ応援パビリオンとして、総エネ・省エネの普及拡大に向けて、市内各所で展示・相談などを行うイベントを実施するほか、住まいの総エネ・省エネ応援事業として、住宅用太陽光発電システム設置等の助成制度について、 省エネ改修等と合わせて太陽光発電システムを導入する場合の助成額増額など内容の一層の充実を図り実施するものでございます次に5水素エネルギー普及促進事業これは太陽光エネルギーを活用して水素を製造する CO2 フリーのスマート水素ステーションを導入するなど水素エネルギーのさらなる普及拡大に向けた取り組みを実施するものでございます次に 6、市民による地球温暖化対策の推進、これはエコ学区が平成27年度中に全222学区展開を達成したことを受け、当初予定の3カ年の支援が終了した学区等を対象に、学区の主体的なエコ活動の充実に向けて、エコ学区ステップアップ事業としてさらなる支援を行うほか、13ページの Do You 京都推進事業として、 環境に優しいライフスタイルへの転換に向けた取り組みをより一層推進するものなどでございます。次に7、事業者による地球温暖化対策の推進、これはベムス普及コンソーシアム京都推進事業として、ビルエネルギーマネジメントシステム、いわゆるベムスの普及を通じて、エネルギーの消費量が増加傾向にある民生業務部門の省エネ・節電対策を推進するものなのでございます。 続きまして、公害対策2億1557万円でございます。これは大気汚染防止法をはじめとする公害防止関連法に基づき、調査、行政指導等を実施するものでございます。14ページをご覧ください。続きまして、ごみ減量、リサイクルの推進17億4696万円でございます。主な内容といたしましては、 1環境先進都市京都のさらなる進化に向けた新たな 2R と分別リサイクルの推進これは昨年10月に施行いたしましたごみ半減を目指す始末の心条例とこれを具体化した新京都市ごみ半減プランに基づき 2R と分別リサイクルの促進の2つを柱とした施策を一層推進するもので新たに食品ロスレジ袋削減等 2R 推進事業として ニュアル行動や資源の分別リサイクル行動を促すスマートフォンアプリの製作宿泊先でのアメニティグッズや買い物の際のレジ袋の事態等に取り組んでいただくエコ修学旅行の企画実,実践高齢者入所施設における食品ロス削減モデル事業などを行うほかイベント等のエコ化の推進として引き続きイベント等でのリユース食器の普及促進や 祇園祭りのゴミ減量を目指し、祇園祭りゴミゼロ大作戦に取り組むなど、ゴミ減量を加速させる取り組みを実施するものでございます。え2つとびまして、4、ゴミ減量活動支援、これは市民事業者の皆様の自主的なゴミ減量活動を支援するため、生ゴミ減量推進事業として、生ゴミ3切り運動の普及・啓発に取り組むほか、生ゴミ落ち葉の堆肥化等の活動支援や、 コミュニティ改修等の集団改修事業の推進また配色溶油燃料化事業の推進などに取り組むものでございます15ページをご覧ください5資源物の分別リサイクルの推進これは新たに選定紙の分別リサイクルえ推進モデル事業として家庭からの燃やすごみとして排出されている選定紙について 町美加事務所が資源ごみとして分別収集し、リサイクルを推進するほか、資源物の拠点回収を推進するとともに、町美化事務所が学校や公園など、市民の皆様の身近な場所に出向いて、資源物等を回収する移動式拠点回収事業を実施するなど、資源物の分別・リサイクルに向けた、市民事業者の皆様自らの実践につなげるよう、取り組みを推進するものでございます。 次に7、事業ごみ減量分別リサイクル対策、これは、排出事業者や業者収集、マンション管理者への啓発を引き続き実施するほか、事業ごみの組成調査を実施し、2R と分別リサイクルの促進による事業ごみの減量効果を検証するなど、事業ごみの減量分別リサイクルに向けた取り組みを実施するものでございます。 続きまして、世界一美しい街京都の推進、4238万円、これは世界一美しい街京都の実現を目指して、市民事業者と一体となり、美化、清掃活動を実施していくもの,ものなどでございます。次に、南部クリーンセンター第2工,第2工場、括弧仮称、整備、87億3860万円でございます。 これは南部クリーンセンター第2工場の建て替え整備を進めていくものでございます。16ページをご覧ください。続きまして、廃棄物等適正処理、4488万円でございます。これは、排出事業者や処理業,処理業者に対し、啓発や許可、指導等を行うものなどでございます。最後に、観光地トイレのおもてなし工場プロジェクト、1億2558万円でございます。 これは観光トイレの量と質を充実するものでございます説明は以上でございますどうぞよろしくお願い申し上げますはい、えー、ご苦労さんでございました、えー、それではあのただいまの説明を含め、えー、地球環境エネルギー政策官及び、えー、環境政策局に対する一般質問はあ報告調子の後に行うことといたしますのでご了承お願いします、えー、それでは次に、えー、京都市焼却灰溶融施設プラント設備工事に関わる 損害賠償等請求訴訟についての報告を聴取いたします理事者報告願いますはい、村中適正処理施設部長どうぞ、えー、着席して報告してくださいありがとうございますえそれでは京都市焼却灰溶融施設プラント設備工事に係る損害賠償等請求訴訟につきまして お手元の暮らし環境委員会資料に基づききご報告をさせていただきます本市が住友重機械工業株式会社を相手として平成26年2月市会で訴えの提起についてご議決いただいた上平成26年3月20日に提訴いたしました本件訴訟につきましてはこれまで京都地方裁判所において審理が行われてきましたが平成28年3月24日に弁論が終結し 5月27日に判決が言い渡されることとなりましたこの間、司会において2件の決議及び1件の付帯決議をいただいておりますことを踏まえ全力を挙げて本件訴訟に取り組んできたところですが改めましてこれまでの経過と状況等についてご報告をいたしますまず1、訴訟に至る主な経過の両括弧1、契約の締結についてでございます 本市では唯一の最終処分場である東武山間埋め立て処分地の延命を図るためクリーンセンターから排出される焼却灰の溶石を2分の1に減容化し安定化させる焼却灰・溶融施設を整備することとし平成17年3月18日に司会のご期決を得て住友重工との間で焼却灰・溶融施設のプラント設備工事契約を締結いたしました。 両括弧に後期の遅延でございます住友重工は平成17年3月からプラント設備の設計・製作に着手し平成20年9月から現地において設置工事に着手いたしましたしかしながら一時試運転中であった平成22年4月に排水から基準値を上回る大浴オ類が検出されその原因の究明と対策工事に時間を要したため 後期である平成22年5月31日までに完成する見込みがないことから、遅延1日につき約200万円の地帯損害金を支払うことを確約し、工事を続行することといたしました。なお、この地帯損害金につきましては、最終的に約23億円を収入いたしております。両括弧3、総点検及び対策案に基づく対策工事の実施でございます。 その後も試運転中に度重なるトラブルが生じ引き渡しのメドが立たなかったことから平成23年11月29日に本市は住友重工に対して施設全体の徹底した総点検を実施して対策を講じるとともに改めて施設の引き渡し期限を明確にするよう指示いたしました2ページをお願いいたしますこれを受けまして住友重工は総点検を実施し平成24年 7月31日にその結果及び対策案を本市に提示するとともに施設の引き渡し期限を平成25年8月末日とし期限までに引き渡しのメドが立たない場合は契約解除を受け入れた上で本市に一切の負担をかけないように真摯に対処するという旨を資料1の通り文書で確約をいたしましたこれに対しまして本市は住友重工に対して 引き渡し期限までに施設を引き渡すことができなかった場合には、本市が本県事業に要した総経費、および本県事業が完結できなかったことにより生じる一切の経費に相当する額の金融を、本市に対して支払うとともに、本県施設全体の解体撤去を行うことを求める減名書を交付し、住友重工はこれを意義なく、収受いたしました。この減名書が資料2、住友重工からの受領書が資料3となっております。 括弧4、試運転の実施及び中断でございます住友重工は総点検の結果に基づく対策工事を実施いたしましたが、試運転の開始にあたり、同社は万一、試運転の途中で、給路に至るトラブルが生じた場合には、契約解除を受け入れ、本市に一切の負担をかけないよう、真摯に対処する旨を再度、確約する書面を資料4のとおり、平成25年5月15日に本市に提出いたしました。 その上で、同月19日から22日にかけて連続3日間の一時試運転を実施し、第一次性能確認試験に合格をいたしました。しかしながら、引き続いて同年6月19日から連続30日の予定で実施した二次試運転の最中に、溶油路内に堆積物が付着するトラブルが発生し、同月27日に同社の判断で二次試運転を中断いたしました。 両改善策のの検討及び契約の解除でございます2次試運転の中断後住友重工から試運転の中断に至った原因とその改善策の案について報告があり学識経験者及び本市の技術職員で構成する性能評価会議を開催して報告内容を検証いたしましたがその改善策では支障となった堆積物の除去に関し有効性が確認できないとの結論に至りました。 そのため平成25年7月31日に環境政策局長座長に環境政策局及び都市計画の技術職員等で構成する技術審査委員会を開催し性能評価会議で点検評価した結果を踏まえ技術的専門的見地から検討を行いましたその結果住友重工が提案した対策案の有効性が認められずまた二次試運転だけでも30日間を要することから 同年8月1日時点で試運転が再開できてない以上、住友重工自らが約束した平成25年8月末日の引き渡し期限までに安心安全な施設として引き渡しを受けることが不可能であるとの判断を下し、同年8月1日、住友重工に対し口頭で契約解除を通告した上、同月5日に正式に文書で契約を解除したものでございます。 両6損害賠償等の請求と提訴でございます契約解除に伴い本市が被った損害につきまして平成25年11月29日に住友重工に対して損害賠償等を請求し再三にわたり請求に応じるよう求めましたが同社がこれに応じないことから平成26年2月市会において訴えの提起についてご意見をいただいた上平成26年3月20日に 京都地方裁判所にに同社に対するる損害賠償等をを求める訴えを提起いたたししました以上が訴訟に至る大まかな経過でございます。え続きまして、2、訴えにおける請求内容でございます。本紙からは次の3項目について請求をいたしております。まず、両括弧1、養有施設の全体の宗教でございます。平成24年7月31日付の文書及び減免書に基づき、 住友重工に対し、要有施設の全体について解体撤去することを求めております。なお、施設全体の解体撤去の請求が認められなかった場合の予備的請求として、解体撤去費用約18億円及び遅延損害金の支払いを求めております。次に両括弧に、本市が出演した経費、その他の本市が被った損害にかかる賠償金の支払いでございます。減名書の内容を履行する旨の合意があったこと、 また本件契約が住友重工の責めに帰すべき自由によって履行不能となっていることは明らかであることから用意施設を整備するにあたり本氏が出演した経費その他の本氏が被った損害にかかる約68億円の賠償金及び遅延損害金の支払いを求めております続いて両括弧さん本氏が住友重工に支払った工事請負代金の返還でございます本氏は住友重工に対し 本件契約に基づく部分払いとして工事請負代金の一部として約99億円を支払っておりますが本件契約を解除したことから当該基払い金の返還または当該代金と同額の賠償金の支払いおよびこれらに対する利息または遅延損害金の支払いを求めておりますこれらの請求内容の内訳につきましては下の表にまとめております4ページをお願いいたします 次に、両括弧4、住友重工からの反訴請求でございます。住友重工は完成間近の設備について、最終段階の履行行為である二次試運転を実施しようとしたにもかかわらず、本市がこれを拒んだために履行行為ができなかったものであり、本市に対し請負い残代金についても支払い請求権を有しているとして、平成26年8月29日に工事請負い代金の残額約14億円及び 遅延損害金の支払いをを求めるンを提起しております次に3本件訴訟における主な争点でございます平成26年3月20日の訴えの提起後同年5月15日の第1回期日以降京都地裁において16回の審理が行われており主に次の3点の争点を中心に双方の主張及び立証が行われてきたところでございますまず両括弧1 解体撤去合合意意び損害賠償合意の整備でございます本市と住友重工との間で契約が解除となった場合には住友重工が施設を解体撤去し一切の損害を賠償するとの合意が成立して,成立していたかが争点となっておりました本市は住友重工は書面及び口頭で契約解除に至った場合本市に一切の負担をかけないよう真摯に対処する旨を明言しており 合意の成立は明らかであると主張しておりますこれに対し住友重工は京都市から解体撤去等の約束を求められたが一貫して拒否しており合意に至る契約書等も作成されていないと主張しておりますこれにつきましては必ずしも契約書の形は取らなくても合意は成立するものであります住友重工と本市がそれぞれ提出した書面などから合意の成立は立証できることから住友重工の主張は理由がないものと考えております え続いいて両括弧に契約解除の有効性でございます本市による契約の解除が要件を満たしており有効であったかが争点となっておりました本市は住友重工は平成25年8月末日までに引き渡しのめどが立たない場合または試運転中に給料に至った場合には契約解除に応じる旨を制約しておりこれらの要件を満たしている以上契約解除は有効であるとの主張と 契約上の工期から3年以上が経過し総点検を行ってもなお予見しえない不具合が発生しており社会通念上履行不能と評価できるため民法に従って契約解除をなし得るとの2点から解除が有効であると主張しております一方住友重工はすでに予定された最後の工程まで工事が一応終了しており有効な対策案も提示していることから 契約解除の要件を満たさないと主張しておりますこれにつきましては住友重戸は当時対策案の有効性を明らかにすることができなかったのであり住友重戸の主張は理由がないものと考えております5ページをお願いいたしますえ次に両括弧さん契約解除の範囲でございます契約解除が有効である場合その効果は住友重戸が すでに実施した工事の出来型部分にまで及ぶのかが争点となっておりました。本市は住友重工独自の特許、ノウハウ等により構成された施設であり他の業者が工事を引き継いで完成させることはできず工事の工事完成の見込みがないことから解除の効果は契約の全体に及ぶと返すべきであると主張しております。これに対し住友住は 本県施設は第1次性能確認試験に合格しており2次試運転中のトラブルについても改善の見込みがあることから既に工事が終了した部分の契約解除はできないと主張しておりますこれにつきましてはトラブルが確実に改善される保証がなく住友重工の主張には理由がないものと考えております最後に4今後の予定についてでございます冒頭に申し上げましたとおり 5月27日にに京都市裁においいいて判決が言い渡される予定でございます仮に判決の内容に服があり控訴を行う場合には判決から2週間後の6月10日が控訴期限となりますことからその際には改めてお諮りをさせていただきたいと考えておりますその他6ページ以降に参考といたしまして本件契約の主な内容及び経過の概要を掲載させていただいております 報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。それでは、ただいまの報告につきまして、何か質問はございますかございませんかはえ、い、それではございませんので、以上で報告聴取を終わりますが、先ほど事務事業概要の説明を含めまして、地球環境エネルギー政策官および環境政策局に対して、 質問がある方はただいま挙手をしていただきましてあらかじめ、えー、質問内容をお申し出ていただきますようお願い申し上げます。ございますかどうぞ。はい。いいですか。え、はい、そしたらあの、えー、加藤井のど。はい。民泊に関係するごみ問題について質問させていただきます。 はい、次、山田議員、エネルギー政策の観点から原発の問題についてお聞きしたいと思います、はい、吉田議員、どうぞ。はいえー、始末のこころ条例について、まだ再生エネルギー、ごみ収集等をコンパクトにお聞きいたします。 <laughs> はい、続いて中野委員どうぞえと関西電力株式会社に対する株主提案議案の提出とその後の状況についてお伺いしま守、はい、森川委員どうぞ、はい、えとあの本日重要事務事業概要の説明をあのお受けしましたので、まあ、このことについて若干お聞きしたいことがございます、はい、ますはわかりました以上の方が はい <laughs> すみません、<laughs> えー、副委員長、どうぞ <laughs> 私の方から、環境政策の関係で、水たれの多様気心問題、昨年、発見されたことについて、今後の動きについて、質問させていただきたいと思います。はい、他はございませんか それではあのただいまお申し出をいただきました質問につきまして、加藤委員、山根委員、吉田委員、中野委員、森川委員、赤坂委員の,の陣で行うことといたします。<laughs> なお改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の質問、委員の質問はです、ね、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご了承をお聞き願いたいと思います。 あそ,しましえー、それではあの一般質問に関連しない理事者はこれで退席をいたしますが、えー、ちょっと準備が整いますまで、あの休憩を取りたいと思います。えーえー、10時50分からです、ね、あの再開をいたしますので、えー、暫時、えー、休憩をいたします。えー、なお改改め、改めて再開の、えー、放送は流しませんので、委員の皆さんは時間までに席に戻っていただきますようお願い申し上げます。 Eh, Judy.